空の青さ、風の香りがとても身近にわかる。チャオ、ハングリーキャットです。ご無沙汰しております。本日は久々にピアノの調律を自分で行っていきたいと思います。猫が。今まで出した演奏動画にピアノの調律をしましょう、音狂いすぎっていうのがコメントいただくんですけれども、私ももちろん分かっておりまして、カナダが今私の住んでる州ずっとロックダウンしていて、調律師さんも呼べないので自分でちょいちょいやってたんですよ。このピアノがちょっと古くてすぐ狂いやすいっていうのもあるんですけど、それでちょっと申し訳ないんですけど、最初の方はかなり狂ってる状態で弾かせていただいちゃったりしてたんですけれども、できるだけ調子の良い状態で弾きたいなっていうのももちろんありまして、でそろそろ発表したい曲があるので、自分で調律するの結構大変なんで腰が重いんですけれども、動画にしたらやるだろうと思って、今回ちょっと動画で撮らせてもらって調律していきたいと思います。昔ね、調律した動画もあるんですけれども、それは違うチャンネルに上がってるので、もしよろしければご覧ください。最初にちょっと調律前の音の状態を聞いていただいて、聞き比べしていただきたいなと思うので弾いてみます。はい、やめてください。ダメです。曲を弾いた方が音の狂い方がわかるので、ちょろっと弾いてみます。今練習中の曲です。早速調律していきたいと思います。ニコニコ。まずピアノの蓋を外していきます。隣のレストランのエアコンの音がすごくうるさいんですけど、入ってるかな、ビデオに。すいません、ゴーって音鳴ってたらゴーオン。こんな感じで外せました。アングルチェンジ。オーケストラでも最初の基準の音ってラだと思うんですけど、私も基準のラから確認していきます。ピアノチューナーっていうアプリ使ってるんですけど、喋るとこういう風に動いちゃうので、喋らずにやっていきます。この緑の部分に入ってれば OK。 一つの音を鳴らした時に弦が3つあるんですけれども、1本ずつ調整していくので、音を消すこういったものが、こういったものですね、があるので調整していきます。この赤いものですとこういう風に入れていって真ん中の音から調整していけるんですけど、今回は全部を調律するわけじゃないので、これを挟んで調律していきたいと思います。最初、例えばこの音が高すぎるということなので調律するんですが、3本ある弦の一番左と真ん中側に入れます。で、今左と真ん中がミュートになっているので、右側の弦だけが鳴っている状態です。で、右側の弦がつながっているのがこの一番下のものなので、これを調律していきます。これを使ってね、調律できたら次にこれを右側と真ん中の間に入れます。弦によって入りにくかったりするんだけど、ちょっと入りにくいね。はい、で右側と真ん中に入れたので、今左側が鳴ることになります。左側が一番上につながってますので、これを調整していきます。
で終わったら全部を鳴らして最後に真ん中を調整します。今これで音がポーンってまっすぐになったと思います。 OK。 オクターブでも調整していきますね。いいでしょう。今回真ん中を調整するときに3弦いっぺんに鳴らしてるんですけれども、聞き取りにくい場合はこれを使ってこういう風に入れ込むと真ん中の音だけ聞けます。でここの真ん中の部分から上までは3弦で鳴らしてるんですけど、ここの下からは2つで鳴らしてて、下の方になっていくと1つで鳴らしてるんですよ。1つのところはもう簡単ですね。1つのものをそのままやればいいんですけど、2弦で鳴らしてるところはこれを使って1個ずつ消して調律していく感じです。この要領でどんどんやっていきます。アングルチェンジ。今回私がやってるやり方が1音ずつ上っていくのではなくて、今ファのシャープまで来たんですけど、ここからファのシャープを弾いてみて緑の部分になってたら OK だけど、オクターブの音の感じも聞きたいので下に降りてって次上で、明らかにこれがおかしいので一音ずつもこう聞いていくんですけど、オクターブでやった時に明らかにおかしい、これを調整していくっていう感じで、オクターブずつやっていってます。伝わるかな。はい。で今これが明らかに低いのでこれを調整していきます。ここも3弦なのでやり方同じです。でまあ自分の耳で聞いてできたなーと思ったら次っていう感じでやっていってます。ニコニコ。はい、一応ある程度調律できました。私の中では2時間ぐらいで今回はできました。とりあえずルルルルルルルってやってみます。どうでしょう、違いますかね。ちょっとさっき弾いた曲ももう一度同じ場所を弾いてみます。同じ状態で聴いていただくためにカバーも戻しました。では弾いてみます。こんな感じです。伝わるかな。では本日もあなたの貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオー。